どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さいウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はですね、中島みゆきさんの地上の星、あの名曲をですね、このちっちゃいウクレレを使ってガズレレ流超簡単バージョンでやってみようと思います。やった。はい、いつものように2パターン2バージョンやります。最初は初心者様でもなるべく簡単にできるようにゆっくり簡単バージョンやってから途中解説をしまして、ちょっとかっこいいリズムで、かっこいいバージョン最後までご覧になってください。はい、ウクレレで好きな曲をやるのこれ最高です。皆さんもぜひ好きな曲を自分で演奏して弾き語り、これが最高なんです。始めてください。どうしたら弾けるようになりましょうか。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルでですね、この私が親切丁寧に分かりやすくレクチャーしております。はい、で今からここにリンクを貼るんですけれども、このリンク先はですね、そこのね、初心者リストはここというところに行って飛んでもらうとですね、数字の1234って書いてあって、その通り言う通りにやるとあれれできちゃったってなると思いますからね、ぜひ皆さん行ってください。じゃあここの、初心者リストはここに行ってください。クリックカシッ。いってらっしゃい。そこにはですね、今まで取りためて500曲以上ですよ。500曲以上とか520曲ぐらいになるのかな、いっぱいあるんですよ。私が今まで取りためた超簡単アレンジのあらゆるジャンルの、オールジャンル、オール世代にわたる曲があります。一回見てみてもらってください。見てみてください。はい、はい、それでは早速地上の星のまず超シンプル簡単バージョンの方からやってみようと思います。1、2、3、4。風の中のスバル、砂の中の銀河、みんなどこへ行った、見送られることもなく、草原のペガサス、地上にある星を誰も覚えていない、人は空ばかり見てる、ツバメを高い空から教えてよ、地上の星よ、ツバメよ、地上この星は今どこにあるのだろう。はい、超シンプル簡単バージョンでやってみました。今のはあのガズレレショートカット、まあ、一番本当に一番の部分だけをやったんですけど、後半はですねイントロと最後はあの繰り返しのところもちょっとやろうと思いますので、ご覧になってください。コード進行は2番も一緒なんで、最後ね原曲だとサビンってキーがゴンと上がるんですけど、まあそれキーが上がるのはあの上がらずにやってしまうと今のコード進行で全部最後までできることになります。せーの、自分でノートに書き出してください。全部やりたい方はね、全部やりたくない方もノートに書くとすごいね分かりやすいですよ。一回書いてみると分かります。すごく頭に入るんで、ぜひ挑戦してみてください。今はイントロ省きました。一応コードは書いておいてください、ね、でじゃあここから見ていきましょう。はい、ここまで A メロなんだけど、ここね、あとでこの部分繰り返すとこが出てくるんで今ここかくってますけど、ここからここまで、まあ、A メロですね。 A メロ、はい、じゃあ一時停止でメモってください。結構シンプルで、はい、これはね聞いたことありますよね、ほんとね。はい、でここがねB メロなんですけど、ここにちょっと仕掛けがあって、ここね2拍3連って書いてあるんですけど、ここね、ここ普通ワンブロック、4回弾くじゃないですか。ここのとこだけ2拍です。はい、で後半でやるかっこいいバージョンが2拍3連って、2拍の中に 3回弾くっていう、ダンダンダンっていうリズムなんです。またこれ後で解説します。ここは今2拍で弾きましたんでね、ここだけ要注意で、ここはサビですね。ツバメよのとこですね、ここ。はい、これちょっとコードがどんどん移り変わっていく感じですけど、はい、
で、これから今はね、本当にこの歌の A メロからずっとここまで来て、ここで終わったということだったんですけど、後半のかっこいいバージョンではここでもう一回 A に戻って、 A っていうのはここね、そしてもう一回サビをやって終わるっていう、ちょっと長いバージョンにしました、しましたというか、さしまする予定です。でね、はい、出てくるコード見てください。 CFAマイナー、D マイナー、G7、E7、E マイナー7、はい、これ丸々ガズレレ必須コード、ガズレレ必須コード、はい、必須ですからね。これはガズレレの曲、今までここに私が YouTube で取りためている500曲以上の曲と一緒に動画で合わせたいときに必須ですから、覚えておくと、もう8割9割できるっていう魔法のコードのグループ8個があります。それ以前ガズが超わかりやすく解説してる動画、ここにリンク貼っておきますんで見に行ってください。ここめちゃわかりやすい、楽しいんで行ってください。でコード覚えてください、はい、8個だけ、8個たって C とか Am も入ってるわけだから、まあまあ気楽に覚えてください。じゃあここからかっこいいバージョンの解説です。この曲のねかっこいいバージョンはね、まあ、16ビートちょっと急に難しくなりますけどね、こんな感じです。こういうリズムなんですよ。これ、16ビートなんですけど、タタ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 っていう感じですね。で、前半の方はタカタタカタタカタカタタパチャパタタカ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 タタパタタチャも入っちゃう。これをですね、一応ね、絵に描きました。丸は引く。タンタ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 タカタカタンタ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 タカタカタンタ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 タタタ。これね、ちょっとこれか、まあちょっとメモってみて、これ口で言ってくると分かります。タンタ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 タタタタ、ここがチャですからね。タンタ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 チャタタタ、はい、手はこうです。チャンチャ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 パチャ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 ンチャチャンチャチャンチャチャンチャパチャチャチャ、はい、これを基本のリズムにしたいんですよね。で、これ16、さっきいつもそうなんですけど、16ビートこれかなり難しいんで、まずこれを調整する前に8ビートで、やってくださいね。風の中のスバル、これでいいですかね。砂の中の銀河、はい、これをやって、これができた後にオール8ビートでこれもう十分かっこいいですから、ね、その先の話を今してるんですよね。で16ビートで今のリズムにこれやるんです。でサビになったらチャの位置がちょっと増えます。つばめよ高い空から、普通のやつ、じゃんじゃかパカチャカ、じゃんじゃかパカパカ、じゃんじゃかパカチャカ、じゃんじゃかチャカチャカ、16ビートのあの食い込んでないやつ、じゃんじゃかチャカチャカ、じゃんじゃかチャカチャカっていう感じでいいと思います。ちょっと、まあ、本編はもっとゆったりですけどね。一応これがリズムの変化になってます。であとね、ここだけワンポイント入れたい、サビの前のさっき言ったここの2拍3連っていうところですね。これ E7 って書いてある。よく見て、1弦252って書いてある。1弦の252、これ1弦の2フレット5フレット2フレット押さえて E7 のね、 E7 の中の1弦のここだけちょっと注意してやってみましょうか。ちょっとそこデモ演奏してますね。地上にある星を誰も覚えていない、人は空ばかり見てる、こうです。はい、ダンダンダン、今のは E7 押さえて、 E7 って押さえてると、そもそも1弦って2押さえてるじゃないですか。ここ押さえて E751回、1弦の5フレット押さえて、つばめよと入っていくのがいいんじゃないかなというアレンジにします。ちょっともう一回やってみようか。人は空ばかり見てる、ここですよ。タンタンタンつば、はい、もうとにかく2拍の間にダンダンダンと3つ入る。1弦 E7 押さえたまま1弦252、これを入れるだけでちょっとこうカッとね、こうチャンネル変える感じで、そこからビートも速くなってきますんで、そういうなんかこう仕掛けをちょっとやってみたいなと思います。それでは地上の星かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。みんな
さっきも言ったんですけど、構成はイントロやってバーッとここまで来て、サビ終わったらね、 A に戻る。 A っていうのはここです。ここはですね、まあこれガズレレレオリジナルアレンジなんですけど、伸ばしてちょっと音なんかね、テンションを抑えめにしておいて、ここでまたもう一回サビに戻ってくる感じでやったっていうのが、まあこれガズレレレちょっとオリジナルアレンジさせてもらったんですけど、そういう流れになってます。でこの普通のところのリズムあったじゃないですか、このこれなんで難しいかというと、タッ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 タ、1-2-3、1-2-3、1-2-3、1-2-3、1-2-3、4っていう3つでいくからちょっとね分かりづらいんですよ。なんでこのリズム練習するときね、首見ててください。最初これでいいと思いますよ。これでタッ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 北海道がありますから、皆さん北海道、はい、今ガズレレ大合唱全国ツアー中、6月16日6月17日は北海道札幌で 2days です。皆さんワンワン来てください。16日の方のチケットは、結構、おかげさまで、売れております。17日は結構まだ余裕があります。まあ人数少なければ少ないでもうさらに濃厚な面白いことがあると思うんですけれども、まあお一人様でも本当気楽に来てくださいね。もうね、一人様本当多いんですよ。全然安心してください。で北海道行ってみたいなって方どうですか、これを機に。いいとこですよきっと。まあちょっと私見たことないんでね、うまいもんいろいろ食べてます。はい。でその後はね、6月30日代々木公園でアースガーデンというビッグイベントに出ます。1000人ガズレということで1000人集まって同じ曲ワイワイやろうぜというね、これもまた去年もやったんですけど、これ最高に面白いんですよ。ここに、集合場所、練習曲、課題全部まとまってます。ブログの1ページ。ここ行って見てきてください。ああ、6月も楽しくやりましょう。そんな感じで地上の星、今回は中島みゆきさんのあの名曲をやってみました。また会いましょう。さよならガズでした。チャオ。